皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。E1 選手権の中国戦。日本はまさかの大苦戦でしたね。中国代表は、実質 U23 のメンバーで、なおかつ韓国戦のパフォーマンスも特別高いとは言えなかったのに惨敗。日本も圧勝すると思っていたんだけど、まさか0-0の引き分けになるとは思わなかったね。そうですよね。初出場の選手たちも、なかなか思うような活躍はできなかったですしね。香港戦に出場したメンバーが結果を出していたから、気合は相当入っていたと思うんだけど、ちょっと空回りしちゃったのかな。そうかもしれないですね。ただ、すぐに宿敵韓国との一戦がありますし、落ち込んではいられないですよね。その通り、韓国戦に勝てば今大会に優勝できるし、しっかりと準備してほしいね。そうですね。ただ、日本のライバルだけあって簡単に勝てる相手ではないですよね。過去の E1 選手権でも、韓国は日本の前に何度も立ちはだかってきましたからね。そうだね。前回の2019年大会では、日本が勝つか引き分けで優勝、という有利な状況で韓国戦を迎えたんだけど、立ち上がりから韓国がハイプレッシャーを仕掛けたことで押し込まれる展開になり、韓国に豪快なミドルシュートを決められ、前半のうちに先制点を許すことに。結果、最後まで日本は韓国ゴールを奪えず2-1で敗戦。またも韓国に優勝されてしまったからね。前回はとても惜しかったですよね。ただ、その前の大会では大敗してしまった記憶があるんですが。2017年大会の時だね。この大会でも、引き分け以上で日本が優勝、という有利な状況で試合を迎えて。しかも、立ち上がりの前半3分に PK で先制する、という理想的な展開になるんだけど。前半のうちに3失点を喫してしまい、あっさり逆転されてしまうんだよ。後半にも失点し、まさかの 1-4 という大差での敗戦となってしまったからね。そういえば、この大敗が当時、指揮していたハリルホジッチ監督が解任になるきっかけでしたよね。その通りだね。何せ韓国相手に4失点を喫したのは38年ぶり、という歴史的惨敗だったし、チーム状況もかなり悪かったみたいだしね。もしかすると、次の韓国戦次第では、森保監督の解任論が出てくるかもしれないですね。そうなる可能性はかなり高いと思うよ。J クラブの関係者もこう言っているからね。結果が出ないようだと、森保監督が周りから色々と言われるのは避けられない。今回はホームだし、余計に言われやすい。確かにそうですよね。しかも、韓国メディアまで。韓日戦で日本が負ければ、相当な余波が日本代表チームに降りかかることになる。このように心配しているからね。どんな大会だとしても、ホームで韓国相手に不甲斐ない試合をしたらサポーターは納得できないでしょうし。韓国戦は常に絶対に負けられない戦い、ということですね。そういうことだね。それに、カタールワールドカップに向けて、チームに良い流れを作るためにも、この韓国戦は良い勝ち方をしてほしいね。例えば、日本が E1 選手権で初優勝した、2013年大会のようにね。どんな試合だったんですか？2013年大会は、韓国で開催されていたから、スタジアムは完全アウェイの状況で試合も押し込まれる展開だったんだけど、前半25分に、柿谷陽一郎がワンチャンスをものにして、見事に先制点を挙げるんだ。ただ、これで火がついた韓国が反撃を開始し、すぐさま豪快なミドルシュートを決めて、前半のうちに同点に。試合は後半、両チームともに勝ち越しゴールを狙うんだけど、なかなか決まらないままロスタイムに突入。そして迎えた後半46分、原口元気が放ったシュートのこぼれ球を、柿谷が左足で冷静に決めて、土壇場で勝ち越し点をゲット。試合は、このまま2-1で日本が勝利し、見事、E1 選手権で初優勝を飾ったんだ。本当に劇的な試合だったんですね。そうだね。それに、この試合でも大活躍した柿谷は、その後の日本代表にも定着し、2014年ブラジルワールドカップの日本代表メンバーにも選出されているから、今回の大会でも、柿谷のような新たなヒーローに出てきてほしいね。町野や西村、細谷といったフォワード陣には、柿谷のような活躍を期待したいですね。では、ここからは今大会の韓国代表についても知りたいのですが、戦いぶりはどうなんですか？初戦の中国戦は、危なげない戦いぶりで3-0の勝利。しかも、中国をシュート1本に抑えてるからもはや完勝というべき勝ち方だね。そして、第2戦の香港戦では、初戦からスタメンを全員入れ替えて、若手主体で挑んだんだけど、結果は、3-0でこれまた勝利。この試合では、19歳のフォワード、カン・ソンジンが2ゴールを決めているし、勢いもついているんじゃないかな。なんだか王者らしい、盤石の戦いぶりですね。
今回の韓国代表は、日本と同じでほとんど国内組で構成されているんですよね。そうだね。日本と同じく、国内組中心で構成されているんだけど、ワールドカップメンバーを狙う実力派が揃っているから、貴重なアピールの場とするためにモチベーションも結構高いと思うよ。大会前のメンバー発表時には、韓国のパウロ・ベント監督も、相手チームのレベルがどうであれ、ワールドカップに向けた準備と過程と考え、今大会に参加する。このように話しているし、準備のための貴重な場として、今大会を考えてるんじゃないかな。なるほどですね。それに、かつて日本のアルビレックス新潟でプロキャリアをスタートさせ、今回の韓国代表で主将を務めるキム・ジンスも、この大会への意気込みをこう語っているからね。中国戦、香港戦も必ず勝利する。最後の日本戦も、我々は必ず勝利しなければならない。責任感を持ってトレーニングしていて、チームの雰囲気もかなりいい。気合を感じますね。韓国の選手たちもアピールのために、勝ちにこだわってきそうですね。注意すべき選手は、やっぱり香港戦で2ゴールを決めたカン・ソンジンですか？彼も勢いに乗っているだろうから注意しないといけない選手ではあるけど、出るとしたら途中出場かもね。おそらく日本戦は、初戦の中国戦でスタメンだった選手が中心になってくるだろうから。そう考えると、今後の韓国代表でエースとしての活躍が期待されている、ジョ・ユソンに警戒すべきかもしれないよ。どんな選手なんですか？188センチの長身を生かしたポストプレイが得意な選手なんだけど、今シーズンの韓国 K リーグで、21試合で12得点を記録している、売り出し中の選手なんだ。年齢も24歳と若く、A 代表に選ばれたのも2021年9月からだから、経験は少ないけど、これからの成長が期待されているね。長身ストライカーですか。日本にはそういった選手が少ないので羨ましいですね。確かにね。初戦の中国戦では、ゴールも決めているし、良い調子で日本戦を迎えるだろうから、彼をどう抑えるか、にも注目だね。これまでの2試合は、日本がピンチを迎える場面はほとんどなかったですが、韓国戦はそうはいきませんからね。韓国戦で、どの選手がセンターバックに起用されたとしても、ジュソンの高さには要注意ですね。ここまでは攻撃陣に目が行きがちだったけど、韓国との試合では、守備陣がどう抑えてアピールするかにも期待だね。そうですね。日本はどのようなスタメンになりますかね？おそらく日本も韓国と同じで、初戦でスタメンだった選手が中心になるとは思うんだけどね。攻撃陣で言うと、中国戦でも町野、西村、相馬を起用していますし、少し序列が高い印象があるのですが。そうかもしれないね。特に左サイドの相馬は、東京オリンピックから森保監督の信頼を得ていた、ということもあるけど、中国戦でも、途中出場から積極的な仕掛けを見せてくれていたし、コンディションの良さを見ても、スタメンで使われる可能性は高いんじゃないかな。結果も残している選手ですからね。まあ、どの選手もモチベーションは高いし、みんな出場したがっているとは思うけど、どんなに個人がアピールしても、試合に勝利しないと評価もされないから。まずは、チーム一丸となって、韓国戦に勝利し、二度目となる E1 選手権優勝を勝ち取ってほしいね。確かにその通りですね。まずは、日本が宿敵韓国から勝利することを祈って応援しましょう。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。